簡単おいしいピントレシピのコーナーです。今日はおいしいお料理を作ってくださるのはこの方、川添すずおの久保圭奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。圭奈さん、最近逆上がり頑張ってるそうですね。はい、息子に教えると思ってしてみたら、はい、できなくなってたんです。あ、はい、で、たびたび練習してるんですけど、なかなかうまくできなくて、ちょっとまだ粘りが足りないかなと思ってます。粘り強く続けることが大事ですよね。そうですよね。粘り強く、ネバネバ、そうです。今日はネバネバで美味しいお料理を作っていただきます。はい、今日は納豆の日ということで納豆味噌ビビンバを作ります。納豆味噌ってケナさん何ですか？はい、私大瀬戸出身なんですけど、はい、大瀬戸の給食メニューで大人気だった納豆味噌を作って、うん、それをビビンバにしてみました。ケナさん、懐かしの味ということですね。はい、では作り方を教えていただきましょう。まずは下準備からお願いします。はい、下準備はまず、シソ、大葉と人参は千切りに、はい、そしてオクラはヘタを取っています。はい、生姜もみじん切りにしておいてください。はい、では納豆味噌から作っていきます。はい、納豆味噌まず作っていきましょう。はい、はい、まずフライパンを温めております。はい、温めたフライパンにごま油を入れています。うん、まず生姜を入れて香りを出しましょう。大さじ1入りました。はい、もう早速香りが出てきましたので、次にひき肉を入れます。ひき肉、今日は豚ひき肉使ってます。はい、豚ひき肉はちょっと熱がしっかり入るまで炒めたものがこちらです。はい、はい、でこちらですね。いい感じに炒まりましたね。はい、今日豚を使ってますけども他のお肉でもいいですか？はい、鶏でも美味しいですね。はい、では次に、じゃあここで納豆を、はい、納豆を入れていきます。入れましょうかね。今日はですね、ひき割り納豆を使ってるんですけど、やっぱりひき割り納豆がいいんですか、ケイナさん？はい、ここがポイントなんですが、はい、ひき割り納豆を使うと、うん、この見ての通りひき肉ととても大きさが一緒で滑らかになるんですね。あ、同じ大きさだ。はい、納豆特有のちょっとぐにゃぐにゃってしたのが苦手な方には、うん、とても食べやすくなると思います。ちょっと炒めるっていうのがね、ドキドキするんですけど。そうですね、炒めると少し粘りが少しなくなって食べやすいぐらいになると思います。お砂糖入りました。はい、お砂糖入れました。 30g。 そしてお味噌を最後に入れます。はい、お味噌が 80g 入りました。はい、でこれをしっかり炒め合わせると納豆味噌ができます。で今日使っているお味噌は、はい、川添すずおの雪の裏味噌です。ケナさん、こちらのお味噌の特徴は？これは合わせ味噌を使ってるんですけど、うん、はい、合わせ味噌はつぶつぶが滑らかで、こういう炒め物にした時に食べやすいです。うん、で独特の麹の甘みがある美味しいお味噌ですね。そのままでもね、美味しいですけども。はい、そうなんです、炒めてもとっても美味しいですよ。で今日はそこに納豆とお砂糖も入っています。はい、でこのように炒めております。はい、まんべんなく炒めてくださいね。ピントレシピ、川添すずおの久保圭奈さんと一緒にお届けします。さあ、圭奈さん、先ほど、はい、納豆味噌完成しました。はい、こちらです。もうね、納豆の香りがスタジオ中に届いてるんですけども、はい、これですね、ご飯につけて食べるだけで美味しいんですけど、うん、私が給食で食べてた時には、はい、手巻き寿司の海苔にご飯を乗せて、これを乗せてくるくるっと巻いて食べてたんですが、もう私はおかわりじゃんけんに参加してます。何ですか、おかわりじゃんけんって？はい、少し余った時に、はい、おかわりいる人って、はいはいはい、じゃんけんに勝って食べてました。ケナさんがじゃんけん強そうですね。そうですね、じゃんけん大会で勝ったことがあります。よかった。でもこれキュウリにつけてもね、美味しいと思いますよ。そうですね、うん、もうキュウリも美味しいですし、はい、保存もできるんですよね。はい、3、4日冷蔵庫でできますので、作りやすい量を作って毎朝食べるのもいいですね。で今日はこちらでビビンバをこれから作ります。はい、ビビンバを作っていきます。まずこちらで野菜を茹でていきましょう。はい、まずお塩を入れた熱湯で野菜を茹でていきます。人参とオクラをさっと茹でます。はい、一緒に茹でます。はい、1分ほど茹でてよく水を切ってください。はい、はい、
で、それを水を切ったものがこちらになります。しっかりと水気を切ってください。はい、しっかりと水気を切ったものがこちらです。まず人参にごま油と、はい、小さじ1、お塩を少々かけてなじませると美味しいナムルができます。この人参のナムルも保存できるのでいいですね。そうですね、作っておくとお弁当に入れても美味しいですよね。すりごまを入れるのもおすすめです。はい、あ、いいかも。はい、そしてオクラは小口切りにしております。はい、こちらもネバネバ。はい、ではこれを今から盛り付けていきましょう。盛り付けていきます。まずご飯に、あ、ご飯を入れております。はい、そしてまず人参、人参をもりっと、先ほど作った人参のナムル、はい、そしてオクラもまたもりっと、うん、オクラもネバネバですよね。元気になりそうですね、はい、今日のビビンバは。元気になると思います。そしてキムチ、ここでキムチももりっと。はい、で表示されている材料は、2人分なんですが、今日は1人分作っています。はい、はい、そして大葉も入れます。うん、大葉が入るとね、爽やかになるんでいいですね。そうですよね。そしてきました、ここで納豆味噌をたっぷり入れましょう。うわ、どんな感じなんだろう。はい、納豆味噌とってもご飯と合うんですよね。入れて、結構見た感じね、粘り気はありますけど、食べたらどんな感じなんでしょうね。そうですね。では真ん中に、はい、卵の黄身を入れます。わあ、綺麗。これが優しい味わいになります。そしてごまを少々かけます。パラパラーっと。はい。これで出来上がりです。わあ、美味しそう。完成でーす。完成です。納豆味噌ビビンバできました。それではおさらいです。ひきわり納豆を使うと滑らかで、納豆が苦手な大倉さんなども美味しくいただけますよ。味噌と納豆はまんべんなく炒め合わせることでコクと旨味がアップしますよ。皆さんも作ってみてください。ではけんなさん、いただきます。どうぞ。まずはやっぱりこの納豆味噌からいただいた方がいいですよね。はい、はい、ぜひ味見てください。ではでは、パッツ納豆味噌。おほほ、もうね、香りがいいですね。私納豆大好きなので。いただきます。なるほど、見た感じ結構粘りがあるのかなと思ったら、粘り自体はすごく優しい粘りというか、はい、食べやすいと思います。すごい滑らかで、結構甘めの納豆って感じになりますね。そうですね、今日は生姜を入れてるんですが、うん、生姜抜きのレシピが元々の納豆味噌のレシピです、うん、でこれをまたビビンバなので混ぜて、はい、では失礼します。よいしょ。オクラとナムルと納豆味噌と、うわー、美味しそうだな。では、あ、取りすぎかな。いただきます。うん、オクラが入ることでさらに粘り気がプラスされて美味しいですね。よかったです。大葉でさっぱりして、ちょっとネバーギブアップ、何にでも挑戦できそうです。ここからももうりょうちゃんも頑張ってください。頑張ります。ゆなさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ミントレシピでした。